原木中山駅、原木中山駅、原木中山駅は、千葉県船橋市本中山7丁目にある、東京地下鉄、東京メトロ東西線の駅である。駅番号は、T22。駅舎は、船橋市にあるが、ホームの端は、市川市との境まで50メートルほどの場所にあり、市川市民の利用も多い。駅名は、市川市の原木と船橋市の本中山の構成。 合成駅名の駅は小竹向原駅など他にも複数存在するが A 団地下鉄では初の例。福本線、大使線2線の外側に相対式ホーム2名を排した高海駅である。中央の2線は通過線、本線である。火災駅と同様に福本線への分岐器通過速度制限は 時速 60km であり、地上信号方式 ATC 時代は、信号機によって分岐器手前で、時速 65km、減速減時、ホーム中ほどで時速 40km、注意減時の速度制限があった。開業時は、西船橋側に A 線、西船橋方面と B 線、中野方面間の分岐器が設置されていたが、後に撤去された。当駅で、各駅停車は、 快速の通過待ちをすることがある。妙天駅が開業する前は、朝夕ラッシュ時に快速を退避する列車が多数設定されていたが、現行ダイヤでは妙天駅での退避が多い。ただし、妙天駅始発が通勤快速の通過後は遠い発車する際に、西船橋駅からの各駅停車は先に当駅で通勤快速を退避する。 2017年度の1日平均乗降人員は27,342人であり、東京メトロ全130駅中116人。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は、下表の通り、近くに市川市との境があり、市川市民の利用も多い。駅付近は、比較的狭い道路が入り組んでいる、住宅地で西側の田尻地区は、 工業地域でマンションや工場、倉庫が混在する。田尻地区には学校がないために通学が不便なことなどが問題になっている。信厚小学校や第六中学校が満杯になったため、市川市では2004年にマンション規制を敷いたが、長期的には大規模小学校対策が必要とされ、他には船橋市との合併や政令指定都市への移行。 原木中山駅周辺の都市再開発、ノブアツ公民館と図書館等の建て替えアイ待機児童をなくすための保育所の新設、道路整備、京葉道路原木インターチェンジ周辺の混雑緩和なども必要とされている。駅すぐ周辺に市川市との市境があり、姿勢が異なるため駅周辺の開発がなかなか進まない。市川市側は所々に畑や 市街化調整区域もあり、比較的狭い道路が入り組んでいる住宅地で区画整理されているところはあまりないが、新たな市街地の整備計画で防災機能の確保と江戸川をはじめとする地域の特性を生かした緑の拠点となる公園の整備が予定されている。現在は東京外環自動車道が開業し、江戸川を挟む高谷地区と明天地区を結ぶ。 仮称を妙天橋が建設中である。浦安市、前浜までを一直線に繋ぐ橋でも、有市と高速安岸線と比べて前浜方面への徒歩自転車での通行の利便性も改善され、市川市内の交通混雑緩和と災害時の緊急輸送路としての役割を担う重要路線となるが妙天橋や取付道路の工事や用地買収があまり進んでおらず、土地の有効利用など、 早期改善が望まれている。2000年代後半の時点では、まだ何も決まっていない状況で、高谷地区では、ダイオキシン類は、環境基準値を達成しているが、産業廃棄物処理施設が多く、大気汚染が心配されていながら、環境改善はあり進んでいない。東駅周辺は、京葉道路、外環道、東関東自動車道という大型道路に周囲を囲まれ、 市川市の多地区と切り離された陸の孤島のような地区である。京葉道路は地平を走っているので、市川市の中心市街地に行くには道路を陸橋で越えるか、地下道をくぐる必要があり、公共施設や公的機関は、これといったものがなく、市川市内の多地区との比較では、行政の立ち遅れが目立ち、調整区域が残っているのは市川市の怠慢で、早急に手を打つべきとの声が出ている。 以前は、文教地区構想が示され、幼稚園から小、中、高校、養護学校、一連の教育施設の整備が図られたが、その後構想が交代し、参拝施設と自動車交通による、大気汚染、ゴミの不法投棄、土砂の積み上げ等々環境は悪化している。江戸川の川口付近は、ゼ釣りの名所として知られ、東西線の江戸川橋梁付近には、 釣り船が多く係留され、夏になると、江戸川派手釣り場下社駅という表示が、ホームの壁に掲出されていたことがあった。夏場は、釣り客の乗降が多い。近辺では、成田新幹線が通る予定があり、その用地が一部取得されていた。毎月第一土曜日には、駅前ロータリーで、朝市が開催されている。駅前を通る千葉県道179号船橋。 行徳線上にある原木中山駅停留所が最寄りとなっているが、停留所は駅から少し離れた市川市信厚公民館前にあり、運行本数が毎時一本と少ないために抜本的な改良がまれている。市川市議会からは原木西船間の路線バス復活も要望されている。東西線で運用される電車にはすべて行き先表示器に 原木中山の表示コマが用意されていた。これは、日本国有鉄道、国鉄、現、東日本旅客鉄道、JR 東日本がストライキ実施の際、西船橋駅に入線できない場合は、当駅での折り返しを想定していたためである。ただし前期したように、西船橋側に設置されていた A 線と B 線間の分岐器は撤去されたため、当駅での折り返しは、不可能となっている。 1918年まで、東渇人社鉄道が当駅からほど近いところを走っていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。